うっす、元気ですか皆さん。 ABC ミュージックスクールドラム講師のトッシーです。初心者脱出プログラム第2回目の今日は椅子の座り方について解説してみたいと思います。いや、よろしくお願いします。はい、椅子の座り方なんですが、意外とこれすごく大事で、こう体を壊したりですね、腰が痛くなったり、不具合にすごい直結する問題なんで、僕結構大事だと思うんですね、椅子の座り方。2点ポイントがあるんですが、高さと腰をかける位置ですね。高さは、まあ大体の椅子、ドラム椅子はこう回すことによって高さの調節、高くしたり低くしたりっていうことができるんですが、これの高さが、もちろんプロのドラマの中にすごく高い人もいれば低い人もいるんですけれども、とりあえず最初は膝の角度が90度よりもちょっと高くなるぐらいが一番叩きやすいし、自然にこう足を稼働させられる高さだと思うんで、一度これを基準にセッティングしてみてください。で、腰をかける位置なんですが、これも前後このぐらいでプレイすること人もいればこのぐらいでプレイする人もいると思うんですが、やっぱりある程度足の上下の可動域ですね、この可動域を確保しつつ、体が左右にこう足を上げた時に不安定にならないように、ある程度深く上から見てちょっと椅子の黒い部分が見えるぐらいの腰の深さが一番いいと思います。椅子の高さ位置使い方についても、本当に人それぞれ最適な位置があると思うんですが、本当に体を怪我しないために重要なポイントだと思うので、皆さんちょっと研究してみてください。では、第2回椅子の座り方については以上です。いかがだったでしょうか。また第3回も見てください。